よっしゃ、ゲームやっていきたいと思う。ライスゲームズのライスでーす。ですね、今3階のレベル5まで行って、装備がこんな感じになってます。実はね、前回まあ死んだんですけど、その後すぐにまた取って、なんだ、満腹度を200モードまで上げようとして、録画までして、よし行くぞと思ったら死んでしまいました。はい。で、装備はこんな感じで店に来てます。そしてさらに出口があそこにあると、右下ね。これもう取るしかないでしょ。お金は稼がんでもいいかな。とりあえず取るだけ取ってずらかりましょう。さあしよう。お、三日月じゃないな、三角の壺か。これ1600円はね、確かに共通してのやつはおそらく保存の壺しかなかったような気がする。よし、保存の壺ですね。これは間違いなく、間違いなく保存保存なのになってつけてたよ。保存ね。はい、ほ、まあ保存はほでしょ。あ、この骨の杖もね、まあ調べたらわかるんだけどは、まあいいでしょう。とりあえず、ここでマムルのと投げると、はいと、天使を殺して、さあ行くぞ泥棒。よし、ここまで来た。安全かな、安全かな、完璧。よーし、これで使い捨ての盾もあるし、ブフの杖かな、多分。これ多分ブフの杖だと思うんだけどな。とりあえず振ってみるか。はい、ん、痛み分けじゃない、場所ないじゃない、不幸しかないな。うん、不幸だな、この杖は不幸だな。よし、不幸は結構強かったような。じゃあ不幸、吹き飛ばしとね、あれがあるからね、不だけじゃ分かんないんだよね。吹き飛ばしじゃない、不幸、はいはい、モコウでもいいけどなモコウさんに失礼だ。よし、だけどまたね、弓をね、99個集めるかどうかは、あれとして、集めんでもいいんじゃないかなと思ってきました。なんでかといったら、まあ、パプレコキンのレベルじゃない。物を取った後に、あれだよ。レベル上げをちゃちゃちゃっとすれば、別に杖、弓なんていらないんじゃないかなと思っておりまして、まあとりあえず坊やの肉があれば後から詰めればいいかなと。こいつうぜえな。痛い、ほら、あ、ガンマラの動き遅くなった、やばい、どうする、肉がない。お、マジでやった。あー、これ昔ならめっちゃ昔じゃねえ。普通のダンジョンとかなら普通に回収するのにな。あ、間違えた。こっちはないよ。あ、とか。移動が速くなってからにすればよかった。あー、マジか。あ、移動速くなってた。イェーイ。あー、もうあいつ一生治らんわ。ここ確かね、あれ、鬼面武者が出るんだっけ？あれ、5階からだっけ？じゃあ殺していいな。5階からだったら殺して、やっぱり、弓いるかな？いや、くそ。あー、鬼面武者出らんのか。正直ね、弓はね、そんな使わないんだよな、このダンジョンでは。あー、ないな。もういいや、いっちゃおう。ねえ。ね、貴様。で、満腹度を200にしていこうかなと思ったんだけど、もういいかな、別に。無計測処方。いらない。なぜずっと持ってる。何食っちゃう、うん、よーし、保存があるからな。かなりいいんじゃないか。今回でクリアするぞ。さすがにみっともないとこはね、ちょっとね、見させるわけにいかなかったからな。動画消しちゃったからな。さすがにひどかったな。マックス
200になった途端になんかクロスボウヤになんか進化してから死んでしまったからな。びっくりしたわあれ。とりあえず鬼面武者のね、肉を取った後にパプレコキン来た。パプレコキンになってレベル上げよう。でそっからだな話は。おら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 、ね、見切りの盾があるからね、結構適当に進んでも。おお、親方になっちゃったよ。とこれは満を期して、はい、あ、危ねえ。あ、置いちゃった。そ、投げる。よし、オッケー。いたか、いい、まあ関係ない。へへへへへ。まあ、ガマラ上げもできるかな、今回は。左に行って弓と、あ、弓にし、弓がないな、どうしようかな。大家を食べて、うん、よいしょ、はい、なるほど、はい。まあ、ピータン倒すときぐらいはね、使いたいよね。おにぎりぐらいいや。うえ、バカが。あれ、あれ、出口は、出口はってか下に行く階のやつは遠くないっすか。あ、ガマラチ君、ガマラいいね。ガマラ上げできるぞ、これはいいね。ここ5階でガマラ上げできるんだな。あ、あ、びっくりした。こいつは誰だ、ピータンか。なんだ、うわ、うぜ、あれ、これうぜいパターンのやつだな。無視だな。んー、お、キメムシャ来たー。お、キメムシャもう一体。お、しかも2個落として最高じゃないか。危ね。お、危ね。もう一体出てくるはず。よし。最高。最高じゃないか。しかもこれギターの方もらえるじゃん。やったぜ。ギタン砲ももらえて、ガマゴも殺せって最高じゃないか。早く死ねえや、早く死ねえや。こいつめっちゃね、HP 高いんだよな。めっちゃコントローラーカチカチなってるよ。起きたー。入れる、ギタン砲。うわ、強え、めっちゃ強え。こんなに HP。ガマゴン、あ、そうか、ガマゴンでワープ、ガマゴンでワープが、逃げワープができるぞ。それいいな。払いとかいらんないよ。うれ、ガマゴンは保存に入れとくか。本当にいるやつだけあれだな。よいしょ、中に入れよう。決めるしかね、うん、不幸もな、最終的には使うから持っときたいよね。不幸も入れとくか、そしたら。はい、であれだろ、おにぎり変化から変化されるんだろ。最悪じゃないか。お、来た来た来た。うん、肉がないな。お、肉じゃない、階段だった。ガマグッチいいね。ほい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 。さあ、ギタンホーくん来てくれ。お、来た来た、お前お前お前、よっしゃ、いいね。はい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 。あ、どっか行けや、こいつ。もうどっか行け、どっか行け、ついてくんな。ほらほら、おーいしょ、いいね。ほら、さあ来い、どっか行け、どっか行けよ。くそ、なんでこいつついてくるんだよ。亡霊武者、亡霊武者に、おー、くそ、来たぞ。あ、亡霊武者、何してる。あ、おにぎりゲット。え、いつ死んだよこいつ。まあいいや、そこにおにぎりがあるのかな。ピータン、ピータン、これは、これは追いかけるの無理だな。あ、来た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 。倒せるやろ。よし、よし、オッケー。したら、受け取って、取れない。ハンニャーの方が強いけどな、投げると。はい。で、まあ、もう一回ね。はい。お、4になってる。いいね。めっちゃ2倍じゃないか。あ、左の。ピータンがうぜえな。いいね、ガマゴン。ここガマゴン上げめっちゃいいな。皆さん、やるなら
誤解ですよ、誤解。で、ギターの方を言えると。よしよし。じゃあ、あいつ倒すか。はい、あ、倒す。よし。よし、もうちょいかな。あそこで。ふいんふいんふいん。これ、歩くよりこっちの方が早いと。うわー、マムリー。ここで肉いっぱい食べとくわ。これ X で物を開くんだけどな、こっちに。こっち投げちゃおう。はい、ほら X でこうメニュー開くんだけど、 X を押したまんまだと特技をね、そうなっちゃうんだよな。これアナグラ守るもね、進化したらねレベルがめっちゃ上がる。あ、そうか、それができるんか。今度キメムシャ来たら、あ、アナグラマムルを投げる。あー、食べちゃった。そうか、そういうのはできるんか。こいつをアナグラマムル、あー、ちゃうか。どうすればいいんだ。こいつをアナグラマムルにしたんだ。あ、ないじゃん。くそ、マムルねえじゃん。うわ、最悪だ、意味ねえ。あ、あるじゃん、投げる。なんか出ていくの。飛べ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 よ。なぜこういう時に。まあいいけどさ。お、いいね、キメムシャ。ほら、いいぞ。でこの状態で上の状態にすると、キム、はい、ゴーレムシャが上に向いて移ると。あ、そっか、こういうレベル上げの仕方もあるんか。そうかそうか。ほら、いいね。1、2、うわ、くそ、邪魔だ。こんなレベル上げの仕方があるのか。でも倒せるんかな、これ。倒せるでしょ。こいつが強いのか。使い捨てするとか。お、強っ。あ、そんな強いの。バカした、バカした、バカした。じゃあ、まだだ、終わるわけねえが。うえ、めっちゃ強くなったぞ。おい、おい、俺に喧嘩売るやついねえのか。お前か、死ねえ。強え、強え、めっちゃ強え、めっちゃ強えぞ。おい、おい、何や貴様、1しか食らんぞ。お前、お前の攻撃なんて1しか食らんぞ。あ、こういうこともできるな。おい、めっちゃ強えぞ俺今。あ、おら、おら、それでも1か。下に誰かおるな。一発よ、これ。うえ、どえ。これめっちゃいいやん、これ。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん、イエーイ。あ、ガーマラくん。レベル上げめっちゃいいな。うえ、なんでもできるぞ。さあ、来い来い来い。ほらほらほら。うら、荒ぶるぞ、荒ぶるぞ。うおぉ。誰か来い。誰か来い。誰か来い。お、来た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 。一撃。強すぎワロト。イエーイ。イエーイ。さあ、来いや。仮面武者。いいね。あ、なぜ下に行く俺。あ、いいね。お、もう一体か。意味ねえな。待て、あー、バカタレ、バカタレ。強いな、お前めっちゃ強いな。洞窟マムめっちゃ強いじゃん。え、ガマグッチ、ガマグッチ、ガマグッチ。まあ、ガマグッチももらってもいいんやけどな。まあ、もらったけどな。あ、これ戻っか、戻ってこいしよう。あ、クラウンやったりこれのおかげか。あ、違うな。使い捨て、あ、使い捨てめっちゃ強いじゃん。めっ、全然減ってねえじゃん。超強い。金は、ギタン砲でもらいます。ああ、使い捨て、あれなんだな、防御力超強くなるんや。じゃあ、使い捨てで持った瞬間にあれか。なんか変化すればいいんか。まあ、レベル16やでとりあえず進むか。ちゃちゃちゃったっとね、すみません、そう、すまん。
もうレベル16だからね。結構いけるぞ、いらんところ。これ、マールポリゴンのね、あれがね、確か。あれね、敵に攻撃し、敵に当てたら、食べて、特にしてみよう。ああ、やっぱ。ああ、上がる。やっぱ上がる。いいね。あ、ウィーね、これ。あ、痛い。さすがにこれはダメだ。あ、これいいね。あ、これウィーよ。あ、これめっちゃウィーよ。で、これ100から増えないんだよな、確か、こいつは。で、こいつの進化系は、満腹度が5ずつ上がるんだよ、確か。だからすぐに満腹度が100、200になるんだよな。あれ。これ食べるか。はい。はい。はい、最強。はい、すごい最強。さあ、来いよ。俺に勝てるやつぐらいならさあ、来いよ。お前か。ああ、どこに行った？ああ、ここか。オッケーオッケー。あいつはね、お、来た。いいね。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。